こちら先月配備された巡視船のと外国船への取り締まりに期待が高まる中、金沢海上保安部保有として初めての機能を持ち合わせています。今日お披露目式が行われた巡視船のと、長さ92メートル、幅11メートルあり、これまで京都府の舞鶴海上保安部で若さとして活躍していたものです。この巡視船のと、関係者は大きな期待を寄せています。その理由は、金沢海上保安部所有として初めての機能がこちら遠隔放水銃です。外国船による違法操業が問題となっている大和隊、これまで放水機能を持つ巡視船が県内にはなかったため、新潟や舞鶴の巡視船を中心に警戒に当たっていました。しかし巡視船のとが金沢に配備され、より迅速な対応が可能となりました。また先月の寒波では断水が発生した輪島市に水を届けるなど、多方面の活躍が期待されています。輪島というところでの給水活動など、巡視船のとのポテンシャルというものは非常に高いものがございます。石川県の安全安心のために、巡視船のとを精一杯使って、やっていきたいと思っております。金沢海上保安部は新型コロナが落ち着けば一般向けの見学会を開く方針です。